発話表現3基本問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番天気予報を見たので 友達に明日の天気を知らせたいです。何と言いますか ?1 明日晴れると伺っていますよ。2, 2明日晴れるそうだよ。3明日は晴れでしょう。 発話表現3基本問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番天気予報を見たので 友達に明日の天気を知らせたいです。何と言いますか ?1 明日晴れると伺っていますよ。2, 2明日晴れるそうだよ。3明日は晴れでしょう。 2番 2> 会社の人に今度の連休に北海道へ行きたいと伝えたいです。何と言いますか 1, ?1 北海道に行くことになりました 2, 2北海道に行こうと思っています3北海道に行くようにしています 2番 2> 会社の人に今度の連休に北海道へ行きたいと伝えたいです何と言いますか 1, ?1 北海道に行くことになりました 2, 2北海道に行こうと思っています3北海道に行くようにしています 3番子供が薬を飲みません母親はそのことを医者に伝えたいです何と言いますか 1, 1この子は薬を飲みたくないです 2, 2この子は薬を飲みたがるんです3この子は 薬を飲みたがらないんです3番子供が薬を飲みません母親はそのことを医者に伝えたいですなんと言いますか 1, 1この子は薬を飲みたくないです 2, 2この子は薬を飲みたがるんです3この子は薬を飲みたがらないんです 発話表現3応用問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。一番 友達が結婚するという話を聞きました。本人に確認したいです。何と言いますか ?1 結婚するんだって 2, ?2 結婚しそうだね。3結婚するんじゃない 発話表現3応用問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。一番 友達が結婚するという話を聞きました。本人に確認したいです。何と言いますか ?1 結婚するんだって 2, ?2 結婚しそうだね。3結婚するんじゃない 2番 2> 電話がかかってきましたが、今話す時間がないので、後で電話をかけたいです。何と言いますか 1, ?1 もう一度お電話してもよろしいですか ?2, 2後ほど電話していただけますか ?3 こちらから折り返しお電話します。 2番 2> 電話がかかってきましたが、今話す時間がないので、後で電話をかけたいです。何と言いますか 1, ?1 もう一度お電話してもよろしいですか ?2, 2後ほど電話していただけますか ?3 こちらから折り返しお電話します 3番課長に仕事を頼まれましたが、今他の仕事が忙しいです。何と言いますか 1, ?1 今手が離せないので、後でもよろしいですか ?2, 2今忙しいので、後でもよろしいですか ?3 今忙しいので、 後にすべきですよ。三番、課長に仕事を頼まれましたが、今他の仕事が忙しいです。なと言いますか？一、今。 手が離せないので、後でもよろしいですか ?2, 2今、忙しいので、後でもよろしいですか ?3 今、忙しいので、後にすべきですよ。 発話表現4基本問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでください 1>, 1番 タバコをたくさん吸う友達にアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、少し吸うべきだよ。2、2> 少し吸った方がいいよ。3、あまり吸わない方がいいよ。 発話表現4基本問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番 タバコをたくさん吸う友達にアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、少し吸うべきだよ。2、2> 少し吸った方がいいよ。3、あまり吸わない方がいいよ。 2>, 2番明日パーティーがあります会社の人を誘いたいです何と言いますか 1, ?1 明日パーティーがあるんですが一緒にいかがですか ?2, 2明日パーティーがあるんですが一緒に行きたいですか ?3 明日 パーティーがあるんですが一緒に行きましょうか 2>, 2番明日パーティーがあります会社の人を誘いたいです何と言いますか1 明日パーティーがあるんですが、一緒にいかがですか 2> 2明日パーティーがあるんですが、一緒に行きたいですか明日パーティーがあるんですが、一緒に行きましょうか 3番食事に誘われましたがあまり行きたくありません。どのように断りますか 1, ?1 すみません、あまり行きたくないんです。2, 2すみません、今日はちょっと。3すみません、行きません。 3番食事に誘われましたがあまり行きたくありません。どのように断りますか 1, ?1 すみません、あまり行きたくないんです。2, 2すみません、今日はちょっと。3すみません、行きません。 発話表現4応用問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1>, 1番あなたは店員です。 禁煙の場所で客がタバコを吸っています。何と言いますか 1, ?1 こちらでタバコを吸ってはいけません。2, 2こちらでの喫煙はやめたらどうですか ?3 こちらでの喫煙はご遠慮ください。 発話表現4応用問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番「あなたは店員です」 禁煙の場所で客がタバコを吸っています。何と言いますか 1, ?1 こちらでタバコを吸ってはいけません。2, 2こちらでの喫煙はやめたらどうですか ?3 こちらでの喫煙はご遠慮ください。 2番 2> 会議で参加者にボランティアをしてみることを提案したいです。何と言いますか 1, ?1 ボランティアをしないわけにはいきません 2, 2ボランティアをしてみたいと思います3ボランティアをしてみるというのはいかがでしょうか 2番 2> 会議で参加者にボランティアをしてみることを提案したいです。何と言いますか 1, ?1 ボランティアをしないわけにはいきません 2, 2ボランティアをしてみたいと思います3ボランティアをしてみるというのはいかがでしょうか 3番、会社の同僚にお酒を飲む量を少なくするようにアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、1> もう少しお酒を控えた方がいいですよ。2>, 2、もう少しお酒をやめた方がいいですよ。3、もう、 お酒をやめなさい3番会社の同僚にお酒を飲む量を少なくするようにアドバイスしたいです何と言いますか1 もう少しお酒を控えた方がいいですよ。2, 2もう少しお酒をやめた方がいいですよ。3もうお酒をやめなさい。終わりました。 発話表現3基本問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1>, 1番天気予報を見たので 友達に明日の天気を知らせたいです。何と言いますか ?1、明日晴れると伺っていますよ。2、明日晴れるそうだよ。3、明日は晴れでしょう。 発話表現3基本問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1>, 1番天気予報を見たので 友達に明日の天気を知らせたいです。何と言いますか ?1、明日晴れると伺っていますよ。2、明日晴れるそうだよ。3、明日は晴れでしょう。 2番、2> 会社の人に、今度の連休に北海道へ行きたいと伝えたいです。何と言いますか ?1、1> 北海道に行くことになりました。2>, 2、北海道に行こうと思っています。3、北海道に行くようにしています。 2番、2> 会社の人に、今度の連休に北海道へ行きたいと伝えたいです。何と言いますか ?1、1> 北海道に行くことになりました。2>, 2、北海道に行こうと思っています。3、北海道に行くようにしています。 3番子供が薬を飲みません母親はそのことを医者に伝えたいです何と言いますか 1, 1この子は薬を飲みたくないです 2, 2この子は薬を飲みたがるんです3この子は 薬を飲みたがらないんです三番子供が薬を飲みません母親はそのことを医者に伝えたいですなんと言いますか 1, 1この子は薬を飲みたくないです 2, 2この子は薬を飲みたがるんです3この子は薬を飲みたがらないんです 発話表現3応用問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1>, 1番 友達が結婚するという話を聞きました。本人に確認したいです。何と言いますか ?1 結婚するんだって 2, ?2 結婚しそうだね。3結婚するんじゃない 発話表現3応用問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでください 1>, 1番 友達が結婚するという話を聞きました。本人に確認したいです。何と言いますか ?1 結婚するんだって 2, ?2 結婚しそうだね。3結婚するんじゃない 2番 2> 電話がかかってきましたが、今話す時間がないので、後で電話をかけたいです。何と言いますか 1, ?1 もう一度お電話してもよろしいですか ?2, 2後ほど電話していただけますか ?3 こちらから折り返しお電話します 2番 2> 電話がかかってきましたが今話す時間がないので後で電話をかけたいです何と言いますか 1, 1もう一度お電話してもよろしいですか 2, 2後ほど電話していただけますか3こちらから折り返しお電話します 3番課長に仕事を頼まれましたが、今他の仕事が忙しいです。何と言いますか 1, ?1 今手が離せないので、後でもよろしいですか ?2, 2今忙しいので、後でもよろしいですか ?3 今忙しいので、 後にすすべきですよ。3番課長に仕事を頼まれましたが今他の仕事が忙しいです何と言いますか1今 手が離せないので、後でもよろしいですか ?2, 2今、忙しいので、後でもよろしいですか ?3 今、忙しいので、後にすべきですよ。 発話表現4基本問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番 タバコをたくさん吸う友達にアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、少し吸うべきだよ。2、2> 少し吸った方がいいよ。3、あまり吸わない方がいいよ。 発話表現4基本問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。一番 タバコをたくさん吸う友達にアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、少し吸うべきだよ。2、2> 少し吸った方がいいよ。3、あまり吸わない方がいいよ。 2>, 2番明日パーティーがあります。会社の人を誘いたいです。何と言いますか 1, ?1 明日パーティーがあるんですが一緒にいかがですか ?2, 2明日パーティーがあるんですが一緒に行きたいですか ?3 明日 パーティーがあるんですが、一緒に行きましょうか。2>, 2番。明日、パーティーがあります。会社の人を誘いたいです。何と言いますか1 明日パーティーがあるんですが、一緒にいかがですか 2> 2明日パーティーがあるんですが、一緒に行きたいですか明日パーティーがあるんですが、一緒に行きましょうか 3番食事に誘われましたがあまり行きたくありません。どのように断りますか 1, ?1 すみません、あまり行きたくないんです。にすみません、今日はちょっと。3すみません、行きません。 3番食事に誘われましたがあまり行きたくありません。どのように断りますか 1, ?1 すみません、あまり行きたくないんです。2, 2すみません、今日はちょっと。3すみません、行きません。 発話表現4応用問題絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番あなたは店員です 禁煙の場所で客がタバコを吸っています。何と言いますか 1, ?1 こちらでタバコを吸ってはいけません。2, 2こちらでの喫煙はやめたらどうですか ?3 こちらでの喫煙はご遠慮ください。 発話表現4応用問題絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1>, 1番あなたは店員です。 禁煙の場所で客がタバコを吸っています。何と言いますか 1, ?1 こちらでタバコを吸ってはいけません。2, 2こちらでの喫煙はやめたらどうですか ?3 こちらでの喫煙はご遠慮ください。 2番 2> 会議で参加者にボランティアをしてみることを提案したいです。何と言いますか 1, ?1 ボランティアをしないわけにはいきません 2, 2ボランティアをしてみたいと思います3ボランティアをしてみるというのはいかがでしょうか 2番 2> 会議で参加者にボランティアをしてみることを提案したいです。何と言いますか 1, ?1 ボランティアをしないわけにはいきません 2, 2ボランティアをしてみたいと思います3ボランティアをしてみるというのはいかがでしょうか 3番、会社の同僚にお酒を飲む量を少なくするようにアドバイスしたいです。何と言いますか ?1、1> もう少しお酒を控えた方がいいですよ。2>, 2、もう少しお酒をやめた方がいいですよ。3、もう、 お酒をやめなさい3番 3> 会社の同僚にお酒を飲む量を少なくするようにアドバイスしたいです何と言いますか1 もう少しお酒を控えた方がいいですよ。2, 2もう少しお酒をやめた方がいいですよ。3もうお酒をやめなさい。終わりました。